んにちは。8月21日火曜日、時刻は11時を回りました。 C-WAVE 千住ママテレタイムのママテレちゃんです。こんにちは。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住アットマーク cwave.jp、 こちらまでメールしてください。ママテレタイムは足立区のママたちから発信しています。現役ママがママ目線で送る50分のトーク番組です。毎月第3火曜日の11時にお送りしていきますので、もし見逃しちゃったら YouTube で触れちゃうので見てね。必ず見てください。はい、ということでね、今日はゲスト、なんとなんとこの夏休みの最中に新米パパ、りょうくんが来てます。こんにちは。こんにちは。ねえ、ちょっとあの若いイケメンパパでママテレちゃん嬉しいんだけども。ありがとうございます。ということで、ちょっとね、自己紹介っていうところをしてさせていただきたいと思います、はい。4ヶ月の男の子のパパです。地域に愛される親子カフェを広めるため、株式会社ハグエントラスのスーパーバイザーとして接客やイベント活動を行い、子ども未来創造館ギャラクシティに併設したギャラクカフェ西新井店の店長も兼任しているりょうパパです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう夏休みアロハな感じでね。あ、もうがっつりとがっつりとアロハで来ましたって夏の雰囲気を出していこうかと、ね、いい感じでね。ありがとうございます。ということでね、ちょっとね、いろいろお聞きしていきたいんだけれども、はい、ギャラクはね、うん、足立区のママたちには知らない人はいないそうです。その中の多分ギャラクカフェも知らない方はいないかなとは思うけど。そうです ね、ちょっと入り口がね、うん、からちょっと外れたところにあるので、うんうんうん、分かりづらい、入り方が分かりづらかったりするかなっていうは思うんですけど、でもあるんだぞみたいなね。そうですね、通ったことはあるかなとかっていうのは、はい、そうだよね、見ていただいてる方は思いますね。新米パパなんだよね。そうですね、うんうん、ママテレだけでちょっとパパできちゃいましたけど時々大丈夫、時々パパが登場するから。よかったです、うんうんうん、ありがとうございます。いや、4月4月の、はい、10日に男の子がってことは4ヶ月、今4ヶ月ぐらいですね。本当にねえねえ ね、はい、そっかそっか、すごいね、可愛いばかりちょっとね、本当じ、うん、今じわじわと実感が湧いている時期で、やっぱそんな感じだろうね。パパはちょっと遅れてね。そうですね、うん、物を見てじゃないけどね、赤ちゃんも実際見て、うん、そこからだんだんパパに成長していくっていう ね、うんうん、そうですね。ママはね、お腹の中に入ってますからねちょっと育んでいくけれどもね、そっかそっかっていう話をしながら、はい、ね、ハグエントラスっていうのが、はい、会社。そうですね、で、働かせてもらっている会社ですね。そこのスーパーバイザーという役目で、はい、ギャラクを任されているっていう。そうですね、スーパーバイザーって聞くとちょっと難しい感じがあるんですけど、うん、ねえ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 、ちょっとその辺お聞きしたいな、はい、簡単に言ったらエリアマネージャーみたいな感じで、まあ、ギャラクカフェ以外の店舗も今、うんうん、管理っていうか見させてもらっていて、でそのハグエントランスっていう会社も、親子カフェを、3ブランドですかね、都内と神奈川の方で展開している会社で、やっぱり外食するときってお母さんたちってすごい肩身が狭かったりとか、ちょっと周りを気にしちゃったりとかってあることが非常に多いと思うんですけど、でもその今私たちが運営している親子カフェっていうのは、まあ、お子様と一緒に気軽にお食事ができるように、お子様のキッズメニューもそうだし、あとはもうどんだけ騒いでもスタッフが温かく見守ってくれるような空間であったりとか、少しでもお母さんとお子さんが、まあ、家族が一緒に外食を楽しんでいただけるような場所っていうのを今提供しているような活動をしています。なるほど、なるほど。会社自体は、はい、じゃあやっぱりそこに特化している。そうですね、まあ、キッズメニューのも可愛いので言えばちょっと持ってきた、持ってきました。今日うちのギャラクカフェの宣伝のやつになっちゃいますけど、このような感じで、ママテレちゃんオープニング、親子カフェオープニングの時にメニュー開発をお手伝いしたんだよ、はい、あそういえばお伺いしたかもしれない。このか、ね、かわいいサインさんカレーだったりとかを、ね、そう協力していただいて、
うん、なんかもうやっぱりすごい人気ですね。あの草木さんのカレーとか、うん、きつねのうどんとかはやっぱりあのお子様にも非常に、そうだよね、うん、好評で、可愛いとね、ついつい、うん、そうですね、食べたくなるっていうね、やっぱあの親子で食べれるようなセット、うん、メニューとかも用意してるんで、うんうん、やっぱそこをご利用していただける人が多いですね。見て見て見て、こんな感じ。 上のはカレー、これうさぎさんカレー、うさぎさんカレー、うさぎの方のカレーで、そうで今下に好きだわ、声切った子供ね、うん、そうですね。下のがこれはあのパスタ、あパスタね、あとはあのご飯のご飯系のメニューもあるんですけど、うんうん、そうそうそう、そうね、ナポリパタンとかね好きだよ ね、うん、ね、そうですね、トマトベースのやつはやっぱりあんま辛くない方が、うん、あのお子さんと一緒に食べてもらえるっていうのもあって、うん、やっぱそういうと大人のメニューもそういったところを考えて、うんうんうん、あの用意したりは。大人のメニューはどんな感じですか今は。パスタと、うん、あとはまあご飯のプレートだったりとか、うんうんうん、あとはまああのパンケーキだったりのカフェのタイムのメニューじゃ、ママも美味しく食べれちゃうっていう、ね、そうですね、どの時間帯でもご利用いただけるようにはしてますね、うんうん、なるほどなるほど、はい、でも例えばママ一人で行きたい時とかも OK なんですかね。もちろんもちろん、あの本当にママ会であったりとか、うん、あの幼稚園のお迎えとか、うんうん、あのすぐ裏手側であったりするので、うんうん、まあ、そういう時にあの外あ、ね、最近だったり暑かったりするのであのちょっと休憩があってらおしゃべりして待ってていただくなんていうのはもう全然大歓迎な楽だよね。いいよね、うん、なんかさっきあれなんだっけ、流行りの今流行りのジュース、そうですね、8月からパピーとかって、ね、8月から、ね、8月から始めました。タピオカドリンク始めて人気だよね。最初なんかちょっとドキドキしながら導入はしてみたんですけど、やっぱりあの、うん、本当に大人も子供もみんな飲めるようにいちごミルクとミルクティーっていうので始めて、うんうん、すごい好評で、ねえ、うん、今すごい出てますね、暑いんで。そうだよね、高校生とかね、大学生とか若い子にも人気があるから ね、うん、そうですね、知ってもらったらなんか駅降りてとか、うん、お家に帰る途中にね、そうですね、もう持ち帰りもできるの。もちろんお持ち帰りもできるので、いい、ね、そこ大事だよね。テイクアウトできないとやっぱり大変ですからね。タピオカはね、うん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 、そうなんです。これもこれも人気かもしれないね。お店の宣伝みたいな、はじめ、うん、こうお仕事を会社にお勤めして、はい、そして、うん、一番最初に行った場所がギャラク、いや、まだその前にどこかあって、その前に、うん、あの本当に遊び場が併設している、うんうんうん、あの店舗の方で最初は研修っていう形で入ったんですけど、やっぱり最初の頃はこのお母さんたちへの接客の仕方だったりとか、あとお子さんへの対応の仕方っていうのが、今まで飲食にはいましたけどなかなかそこであの携わることはなかったので、全然違くて、もうだからそこから最初もう勉強でしたね。最初はやっぱり接客の仕方とか、どういう対応の仕方がお母さんとかお子さんに喜ばれやすいのかっていうところからすごい突き詰めて勉強して、で今もギャラクシティ、ギャラクカフェに関しては3店舗目か4店舗目ぐらいの、じゃあね、その間にね、はい、結婚して妻を持ちほら子ちゃまもできたら、ね、やっぱり視点も変わってくるし、そうですね、いろいろね自然と分かることもねたくさんあって、うん、経験ついで、はい、ね、今なんかさっきママたちとかにも声かけていったりとか、うん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 、ね、スタッフさんもママが多いのかな。そうですね、うん、主婦で働いてもらっている方たちも多いので、うんうんうん、非常にそのだからこそね、そうお母さんに対する接客の仕方とかやっぱ一番よく分かっている方たちなので、もうそういう方たちからあのアドバイスだったりとか意見もらいながら、あの今は働かせてもらっているような感じですね。もう本当に店長だけど別に特に自分で威張って何もできるほどのものでもないので、まあ常にやっぱりお母さんたちの気持ちだったりとか子供を持つ方たちがどういう気持ちで今過ごされているのかだったりとか、うんうん、何が嬉しいのかっていうところを突き詰めながらメニュー考案したりとか、メニューも考案するのね。タピオカに関しては今回その、うん、ちょっといいつながりがあって、うんうん、あのやっぱりいろんな方たちに、うんうん、あの受け入れてもらえるかもしれないっていうので、うんうん、ちょっと会社に話して入れてもらったんですけど、そういうことね、会社からこれをやってって言われる、はい、
ったんじゃなくって自分で、そうですね、だからあの6月とかにあった食育月間とかについても、あの元々あったメニューところからちょっと改良は自分で行って販売をして、すごいあの出数とかも良くて好評だったので、やったみたいな、いやもう本当にやったと思いました。そうだよね、しっかりやっぱ野菜とかも取ってもらえるように、あの配慮しながらね、これ今これからもやっていかなきゃいけないなと思ってるので。そうだよね、お子ちゃまたちね、お野菜嫌いだけどちょっと変化すると食べたりね、そうですね、なんかどういうのがやっぱり大人もそうですけど、子さんにも受け入れてもらいやすいのか、まあ、野菜のメニューとか、もうちょっともう少し考えていかなきゃなっていうのは、あ、足立くんはね、もうベジライフがね、そうですね、もう口を自ら大きく歌ってるからね、ちょっとものすごい本当にいい取り組みだと思いますし、やっぱ野菜を取ることで、ね、健康増進っていうところは本当に飲食店にいる側なので、一番あのしっかりそこは協力していきたいなって思った部分なので、おーえらえらじゃあメニューもちょっと考えたりとかもしながら、いろいろ取り入れたりもしながら、で、どうなの、なんかインテリアとかそういうのとかも、なんかちょっと両パパの意見が入ってたりするんですか。あ、そうですね、あの、まあ後で言うと思うんですけど、9月に一応リニューアルを予定してるんですけど、もうそれのデザインに関しては、あの僕も一緒に意見させてもらいながら、まあ、それ楽しいそうですね、メニューとかも全部あのちょっと関わらせてもらって、まあ、これからはちょっと本当に野菜に特化できるように、今ちょっと和田地区の農家さんだったりとかも紹介してもらって、うまく地場野菜とかも使えるような取り組みをちょっと今、やっぱ本当に何のつながりもないと、いろんなつながりがないと、あの運営していけないので飲食店ですし、だからこそなんかいろんな方に知ってもらいたいですし、まあ、それを通してつながれた方たちっていうところに、あのうまく貢献していけたらなと。そうだよね、せっかくだからね、お互いにね、いいようにね、活用しながらっていうところで、盛り上げられると思うので。でもさ、ギャラクの中にカフェがあるわけじゃない、そうするとやっぱりカフェだけでっていうよりも、ギャラクと何か絡んでいったりとかある、すごいありますね、今、イベントだったりとかも、まあ、ギャラクシティ自体が体験型の施設なので。そうだよね、はい、なのであのギャラクカフェとしては、あの調理のイベントだったりとか、あのまあ私たちの持っているつながりのところから、あのいろんなイベントをお届けできるように、まあ、少しでもやっぱお店自体があの混んでしまうことはあるので、そういうイベントの部分からしっかりといろんなご家族にアプローチできるような、あの施策っていうのを今常に考えながらなるほどね、やってますね、はい、足立区外の方もね、多いですもんね、やっぱりすごい注目は高いみたいなので、あの足立区外の方たちっていうのもそうなんですけど、やっぱり今後はやっぱ足立区の方たちにもうまく使ってもらいたいなって思っているので、はい、何時から何時オープンって、平日と土日祝日でちょっとまた違うんですけど、平日11時から5時まで、11時から5時までね、ちょっと夕方早いですけど、あとはあの週末は10時半から6時まで、10時半か6時、あ、じゃあ夜は、早めに終わるって感じにね、ちね、でもお子ちゃまたちだからそれでね、十分なんだよ ね、 そうですね、大体多分、まあ、ギャラクシーのイベントも一段落つく時間帯かなとは思うので、そこでやってますけど、夏休みはすごいでしょ、忙しいですね、ありがたいことにいろんな方に来ていただいてすごいもんね、そうですね、本当にでもお話忙しいながらもできるだけちょっとお客さんとの会話もしたくていろいろ聞くんですけど、やっぱり区外の方は多いんですけど、あの 区内の方はやっぱり子育てパスポートを持っていて、で子育てパスポートうち 10% オフになるので、そう、あのあれでしょ、カエルちゃん、そうカエルちゃんの今オレンジだけどたまになんかピンクとか持ってる、ピンクの時もあったあった、みたいで、それが持ってこる方とかやっぱ、足立区にお住まいなんですねっていうのが一目でわかるので、そうするとね 20%、 10% 割引、10% 大きくない、すごいね、でもすごい喜んでいただけますね、なんかやっぱりあのカード自体は持ってるけど持ち歩かないっていう話も、あとなんか出しても飴とかラムネだけとかね、そういうのがせいぜい3パーとか5パーとか
なのかなね、だからうまくそういう部分でもあの区内の足立区の方たちに関しては、うんうん、よりちょっと、ね、お得に使ってもらったりとか。そうだよね、 10% 使えるならすごい、うん、いいよね。そうぜひね、うん、忘れないでって足立区の方ってもうなんかもうたまにいるので、うん、ちょっと思ってるんだけどっていう方はもう、うんうん、大丈夫ですよって言いながらとかはやることあるんですけど、まあ、できるだけ、ね、持ってきていただけた方が確実かなと思いますね。そうだね、そうだね、はい、まあね、足立区の方だったら持ってるはずだからね。そうですね、もらうですね、あの、うん、市役所から送ってもらうっていうのを聞いたので、やっていて、はい、今までどのぐらいになるの、親子カフェ、あの西新井に来てからは。西新井に来てからまだ半年ですね。そうだよね、はい、半年で来て自分が、うん、なんかさっき言ったねメニューでちょっとやったと思ったりとかもあると思うんだけれども、はい、うん、あのここからまたちょっとこういうふうに変えていきたいとか、うん、そういうのってある？そうですね、リニューアルも、ね、含めてね、うんうん、やっぱりこれからそのリニューアルに関しても、うん、これからのその足立区のベジタメライフっていう取り組みにやっぱり賛同するような形で大きく変革はしていくんですけど、うんうんうん、でもやっぱりあの親子カフェっていうところはもちろん家族で利用してもらうのもそうなんですけど、あのカフェである以上やっぱ一般の方たちとも入りやすいようなあの雰囲気空間は作んないといけないなっていうところもちょっと考えてはいるので、やっぱ足立区に住んでる人たちが誰でも利用できるような、うん、あのお店作りっていうところは今後しっかり意識してやっていかなきゃいけないなっていうのも思いますし、あとはやっぱりギャラクカフェに来たら、ね、あの栄養が取れるような野菜のメニューとか多いよねとか、そっかそっか、今ね可愛いが中心になってるところを少し、キッズのメニューもあるけど、うん、でも野菜のメニューもしっかりあるよねって思ってもらえるように、うんうん、あの今後は活動していくのもそうですし、うん、あとはやっぱりいろんなあのイベントだったりとか工作もそうですけど、うん、すごい自分たちの取り組みに熱意を持ってやってられてる方たちってすごいいらっしゃると思うので、うん、あ、なるほどね、うん、やっぱりそういう方たちと一緒に、うんうん、あの足立区自体を盛り上げるためにも、うん、もっともっとね、はい、いろいろギャラクシティの中で、うん、あのできるイベントだったりとかっていうのを一緒にちょっとできたらなって、うん、今後コラボでね、そうですね、やっていくみたいな形でね、うん、そっか、割と今までは離れてた感じもちょっと あったかな。そうですね、ちょっと個人的にはそれを感じてたので、うん、よりそのギャラクシティともそうだし、うん、その足立区とも、うん、区とも密接な関係を持ちながら、うん、あのしっかりと自分たちの持ってる自信のあるイベントだったりとか、うん、こういう活動みたいなのをやっぱ広めていけるきっかけに、うん、まあ、ギャラクカフェがなれたらなっていうところは、うん、いいねいいねいいね、楽しみそれはね。すごいだからあの、うん、いろんなお話とかあのいただくこともあるので、うんうんうん、もうそれにね、常に賛同しながら一緒にやっていけたらなっていうのは今後も思ってますね、うん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 、やりがいがあるよね、その方がね、すごいやりがいありますね、はい、楽しいです。大きく、ね、変わっていくってね、リニューアルはどんな感じに変わる、うん、まあ、何月だっけ、9月の1日は10日からを予定してます、ね、してて3日間、いや、うん、そこから1週間ぐらいですかね、1週間ぐらいをやって3日間がイベントって言ったんだっけ、あ、ね、1週間ぐらい閉めてで、その3連休明けに一応、あ、そうかそうか、9月の18ぐらいですかね、から再オープンして、まあ、9月中に一件イベントができたらいいなっていうのを今考えながら、じゃあ1週間ぐらいはお休みになってしまう、そうですね、うんうん、なっちゃうんで、ちょっとね、うんうん、お会いできる時間がまた少、ね、急遽少なくなってしまうんですけど、でもね、さらにね、リニューアルするとメニューも変わるとか、はい、メニューも少し変える予定で、中の内装とかも、ね、だいぶ大きく変わるかなと。すごいね、それ大きいよね。そうです ね印象とか本当に雰囲気もだいぶ変わる予定なので、より今までよりも使いやすくなるのかなって、楽しみ、ハードル上がってないか心配ですけど、ちょっとすごい楽しみになってきてね。 ありがとうございます。そんなにほら広くない空間だからね。そうですね、余計にこう使い方によって楽しくもなるし、うん、キュッともなるしね、みんながね。そうですね、うん、まあ、本当にスタッフたちが働きやすいところと、いい、ね、あとはもうお客様に受け入れやすいような部分も考慮しながら今進めているような形なので、うんうん、だから僕もちょっと実際どう変わるのかはすごい楽しみに、
してますね。スタッフは、うん、でも女性ばっかり。そうですね、一人だけ珍しくあの学生で男の子がいるので。あ、いるんだ、はい。学生ってすごい珍しいね。そうですね、だから僕も最初、足立区の子、あ、埼玉の方の子なんですけど、すごいすごい、うん、でもすごい接客もよくできる子なので、男同士だし、唯一の、あ、よかった、一人でもね、そうですね、来てくれてね、すごい、だから信頼はしてますね。なるほどね、はい、あとはママたちが多いね。そうですね、だから僕だけでもやっぱ開けられちゃうのもあれなので、一人ぐらい男の子がいた方がっていうのもあって。そっかそっか、はい、じゃあ何が今一番楽しみって言ったら、まずはリニューアルかな。まずはそうですね、リニューアルもそうだし、やっぱそう、リニューアルしてからの、うん、まあ、あの接客のスタイルとかサービスの仕方も少し変わるかと思うので、うん、まあ、そういう時にそこも変わっていくんだ。そうですね、よりちょっとお客さんたち、うん、来てくれる方たちに、うん、あの今までよりもいいサービスができるように、うん、今考えてはいるんですけど、うんうんうん、だから新しいサービスをした時に、うん、まあ、お客さんがどう感じてくれるかを、そうだね、まあ、想像しながら、ワクワクだよね、はい、ワクワクしますし、うんうんうん、やりがいは感じてますね、今。そうだね、はい、じゃあ第一目標はそこっていう感じでね。そうですね、うんうん、まずは、まずは、はい、うん、まあ、あとは夏休みを乗り切ると最後までそうだね、ま、だ もうあとちょっとでね。そうですね、あるので乗り切っていきたいなと。そうだね、夏休みほら子供たちもギャラ君に宿題やりに行ったりするから ね、 多いね。そうですね、もう宿題お困りだったらまたちょっとあれですけど、うんうん、今ギャラクシティは今後こういうの26、27、まだ間に合うね。まだ間に合います、うんうんうん、なんか定員も少しあるそうなので、まだ。それは何、子供お仕事らの職業体験ができる、うん、あ、いいね、みたいなので、すごいいろんな職業が載っていて、本当だ、いろいろ載ってるね、はい、きっとね、あれだよね、あの、うん、ギャラクシティで検索すればそういう申し込みとかの仕方とか出てくるのかな、ね、うん、ホームページに結構やっぱりイベント情報がすごい載っていて、うんうんうん、でもギャラクシティのそのイベント関係すごい人気で、うん、いっぱいね、人気でね、やっぱり抽選も多いもんね。そうですね、うん、本当にチェックしていただいたら、ね、確認していただいたら、プラネタリウムもね、星空もね、もすごい人気ですね、もう大人気でね、もうママテレちゃん大好きですよよく行きます、うん、はい、ってことでね、検索はハグエントランスで検索していただくと、はい、会社が見れて、その中からまたギャラクシティとかにも飛べるのかな。そうです ね、うん、他の店舗も見ていただくのもそうですけど、ね、まあ、うん、あのギャラクシティ自体にも、うんうん、はい、飛ぶので、ね、あの問い合わせはでき、うん、飛ぶことはできるので、うんうん、じゃあ何かあったら検索はハグエントラスでということで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあもう今日はたくさんお話いただいてありがとうございましたこちらこそありがとうございます。はい、ではノアさんの曲を聴いてください。ベイビーです、どうぞ。お腹に耳を当てながら
ばかり考えて Baby, baby, baby 名前は何しようか Baby, baby, baby まだ少し早いかなお腹の女が育つ ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ。また会いたいよ、あの場所で君と巡り会えた。また会いたいよ、いつの日か。もうすぐお届けします。君がノアさんの曲でベイビーでした。この番組は株式会社キャン、ネットラジオ局、
シーウェーブ千住7階ブースから配信してお送りしております。また番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住アットマークシーウェーブドット JP こちらまでメールしてください。はい、ということで後半のゲストさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとご紹介ね、していきたいと思います。はい、8歳の女の子と4歳の男の子のママです。7人兄弟の長女であり、妹たちの笑顔を求めていろいろな働き方や生き方を体現しているスーパーお姉ちゃん。すごいですね7人兄弟の長女。そうなんです。7人すごいすごい、チーママだったっていうことかな。そうです ねそしてそして、ママって本当にやりたいことやっちゃうねって子供に言われながら、日夜興味のあること方向へ突き進んでいく。足立子ども支援ネットなど地域活動を中心に人と人との関係づくりやそこに生まれるものを楽しんでいる地域コーディネーターのリエママです。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でさっきはアロハのパパで、はい、次は素敵なママね、え活動的なんて言っても、はい、ちょっとね肩書きちょっとしか書いてないけど言ったらものすごいですね。そうですね自分でも 何があるかなっていう、ね、いっぱいいっぱいあって、はい、今日はねでもその中の特に ね、 そうです ね、 ね、はい、子ども支援ネットのミッションがあって来てるのね、はい、ミッションがありますね。ミッションだよね、ミッションも行ってこいみたいな、はい、もう代表で行ってこいって言われてね。そうです、大山さん、大山さんやるよ私ね、頑張ってるよっていうことでね、はい、いろいろお話ししたい聞きたいけれども7人がね、ママテレちゃんこの7人の、はい、長女で、はい、弟、あ、長女 で、妹妹妹弟妹妹です。男の子1人なんです。すごそうそうなんです、まあ、優しい無口な男に育ちました。男の子、はい、結婚してる？してません。いやーどうなんだろうね。いやーちょっとね、だちょっと、うん、多分お腹いっぱい、お腹いっぱいなんだと思いますすごい、でもあれだよね、きっと結婚したら、はい、女兄弟のいる男の人って、はい、なんだろう、ママたちの集めれるのかね、ピューって入って男一人でいるようなパパって結構ね、上下がいや女兄弟に育ってますとか言うからそういう風になるかもしれない。そうです ね、 ね、よく分かってます ね、 ね、理想じゃなくこれ以上言うと倍に返ってくるとか、よくよく、そうなんです ね、 ね、今は黙っておこ こうとか、ね、いや楽しみだ、すごい。兄弟みんな仲いい？そうですね、みんな、まあ、近くにいるわけではないかな。そうですね、女性なので、うんうん、まあ、みんな実家に集まるというか、うんうん、すごそう、はい、お母さんがすごそうだね、あまずまず ね、 そうですね、よく7人も育てたなっていう感じがしますね。ね、女子をね、素敵、素晴らしいね、はい、そのチーママね、はい、そうですね、チーママですねね、なので子供っていうことにはもうちっちゃい時からずっと携わりながら、はい、小学校の ね、 ね、先生もされてたって、はい、そうなんです、ね、なんか肩書き見ると本当にいっぱいあるんだけれども、もうその中のね、はい、小学校の先生もね、そうです、小学校、そうですね、うん、まあ、ずっと妹たちの、まあ、面倒の延長で、うんうん、地域の子どもたちの活動とかにも一緒に携わってたり、うんうん、それが小中高大と、うんうん、自然と続いていて、うんうん、で教員になったっていう流れなんですね。なので大学生の時には、うん、野外で子供たち一緒にキャンプをやったりとか、うん、はいはい、いるね、そのお姉さんね、はい、そうです、そうです、うんうん、みんな元気みたいな、そういう感じでやってたり、で地域のね、活動のゴミ拾いだとか、うん、そういうボランティア活動も子供たちと一緒にやったりとかっていう活動をずっとやっていたので、うんうんうん、まあ、教員になるってことはすごく自然だったというか、自然だった、そうだよね、はい、そして結婚して ね、 そうですね、今この地域活動のね、はい、地域コーディネーターっていうのはね、はい、本当はねトランスメディエーターっていう名前でもあるって、あ、ね、そうですね、なんかね、うん、今きっとこれからもう普通に言われるようになってくるんだろうね、まあ、日本語で言えば地域、そうですね、地域の、まあ、うん、
いろいろこう、まあ、地域のまとまりっていうのがあると思うんですけれども、うんうんうん、今それをこう越境して飛び越えてこうつながっていくっていうことを、うんうん、まあ、これから必要になっていくんじゃないかなっていう、うん、まあ、そのところのコーディネートをしていきたいなということで、うんうん、はい、なるほどね、そんな肩書きをつけてみました。素敵素敵。ねえ、はい、ではちょっとそこの中からね、ちょっとミッションの、あ、そうですね、はい、子ども支援ネットって何、はい、っていうところを聞いてみましょうかね、はい、そうですね、うん、足立子ども支援のネットっていうのは、うんうん、足立区でこうつながった民間の、そうですね、もともと足立区内で、うん、こう民間とか個人の団体で取り組んできた子どもど真ん中プロジェクトっていうのが、うんうん、あって、ね、でまあ、そこの活動をもとにさらにこうプロジェクトを、うん、まあ、継続させたりとか問題解決につながるために、うん、作ったのが足立子ども支援ネットっていうところなんですね、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、まあ、あれだよね、まだね新しく子どもど真ん中は長いけれども、はい、子ども支援ネットになって一般社団法人になったんだよね。そうですね、うん、まだそこは新しいよね、はい、そうです ね、 ね、今年4月にスタートしたばかりで、ね、の割にはね、いろいろやる、はい、結構活発に、ね、まあ、今までのそう活動の中での延長なので、うん、もうすでにいろんな方がつながっていて、それをこう発展させる、さらにこうどんな活動がやっているのかとか、うん、いうのをこう緩くつながるっていうんですかね、あっちにこう組織としてつながり合うっていうことではなくって、うん、あ、足立区でこういう人がこういうことをやってるんだとか、うんうん、そういうことがもうちょっとこう見えるように、うんうん、いろんな人がそれを認識できるようにしていくのがこの足立子ども支援ネットかなというふうに思ってます、うんうんうん、はい、で子どもたちも子どもたちもにとっても何か訴えるっていうかイベントみたいなことっていうかやってるのかな。あ、そうですね、まあ、その足立子ども支援ネットでは、まあ、今はちょうどこのゆうゆうホルンさんとかもよくね、はい、そうなんです、まあ、一つとしてはその学び場っていうところを作る、うんうん、子どもに関わる大人たちとか、うんうん、まあ、子どもも含めて、うん、やっぱりこうどういうふうになってるのかなっていうのを知るっていうことがまず大事だなということで、うんうん、本当今夏休みなのでものすごく毎週のようにイベントをしてまして、うんうん、例えば8月5日に、うんうん、まあ、家庭力セミナーっていうのを、まあ、連続で行っていて、でそれをやったりとかですね、うんうん、でまたこうゆうゆうホルンさんっていう、ね、はい、子どもの SOS ソングライターの、うんうん、ゆうゆうホルンさんが、うん、セミナーをやってくださって、これ50人の定員なんですけど、うんうん、70人の申し込みですごかったね、はい、私の真ん中の時からね、はい、ゆうゆうホルンさんはずっとね、そうですね、ママテレちゃんも一緒にトークセッションしたこと、あ、ね、私の真ん中でありますね、はい、うん、そうなんです、うんうん、もうね、本当に心に響く、ね、はい、言葉と、うん、でも子どもたちの本当リアルな、ね、声を拾ってくれて、うん、でそれを届けてくれて、そうだね、はい、9月、ね、今年は9月1日じゃなくて9月3日が入、ね、始業式になるけれども、はい、そうですね、一番、ね、年間で自殺が多いって言われている時だもんね、はい、そうなんです、助けてっていう ね、なので、うん、まあ、今週、まあ、もうちょっとでね、うん、夏休みが明けるので、うんうん、子供がやっぱりちょっとね、うん、学校に行きたくないっていう気持ちがまた強まる時だと思うので、うん、ね、でこんな助けてを言えない子供たち、気づかない大人たちっていうのをテーマに、うんうん、はい、23日にまたこれ、うん、いい時だね、9月 ね、はい、そうですね、そこね、なんか辛いなと思ったらそこまで頑張って9月23日にそこに行ってっていう感じかな、はい、そうですね、そうなんです。であとやっぱりこう子どもも含めて、まあ、子どもも大人も、うん、今自分の思っていることを、うんうん、まあ、語ったりとか発信していくっていうことが、うんうん、やっぱりこれから、うん、まあ、社会問題とかは、うん、本当にいろんな複雑に原因が絡み合ってるので、うん、そういうことをもう自分たちでこう課題を見つけて、うん、解決していこう、まあ、きっかけになればということで、うん、今週の日曜日ですけれども、うん、みんなでトークっていうフューチャーセッションです、ね、うん、なるほどね、はい、
あの子供からおじいちゃんおばあちゃんまで、あいいね、はい、みんなが集まって、うん、その年齢とか組織とか、うん、肩書きとか本当に一切関係なく、うん、自分の個人としての気持ちを話し合って、なるほどね、なかなかありそうでないよね、うん、そうですね、そういう機会ってね、はい、なのでこう、まあ、専門家の意見ではなくて、うん、今暮らしているみんながどう感じるかっていうことを、うん、あの本当に吸い上げるための、うんうん、吐き出してもらうための場を設定してます。なるほどね、はい、それは一番近々なんね、8月26日の土曜日、土曜日です、うんうん、1時から16時半まで、うんうん、場所は、場所は東京未来大学の子ども未来園っていうところですね。うんうんうん、あの綾瀬の、ね、はい、うん、綾瀬駅のところから、ところだね、徒歩3分ぐらいのところですね。はい、でやってます。やります。それお申し込みとかね、また最後またお話しするけどね、はい、足立子ども支援ネットで検索すれば大丈夫、ね、あ、そうですね。ね、はい。なるほど、いろ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 4月にスタートして、もうぎゅーって、そうですね、ぎゅーってなってますね。そう、なんか最初に、うん、キックオフで、うん、ね、はい。うん、やった時も本当にいろんな方たち、うん、足立区で活動されている方たちが、うん、あのいらっしゃって、うん、もう本音のトークというかをさせていただいて、うんうん、やっぱりそういうふうなこうリアルで自分たちで経験しているものとか、ね、行っていい場所がないから、話していい場所ってわからないから我慢してたりね、はい、ちょっとね、どうしていいかなと思ってる人ってたくさんいらっしゃるからね、うん、そういう機会があるとね、行っていいんだ私みたいなね、そうなんです、大事大事、はい、で、あのまたね、ちょっと違う視点の方もいらっしゃったりとかして、うん、まあ、そこでこういろいろ話を聞くと、あ、そういう見方もあったんだとか、うん、あの、あ、じゃあこういうふうなつながりができるねとかっていうことで、本当にあの本音で、うん、話すことによってつながっていくっていうのが、うんうん、あの、まあ、できていったらいいかなっていう意味、ね、はい、自分のことだけ思って話してると、うんうんうん、意外と違う立場の人から聞くと、うん、あ、私そう思ってたけど違うんだってこともね、発見にもなったりしますよね。そうですね、うん、またね、あ、同じこと思ってたんだっていうのもねあったりね、そうです、そうなんですね、うんうん、一見ちょっと違うような活動なの、うん、なんだけど、うん、根本は一緒だったりとか、ね、そういうのがこう見えてきたりとかして、うん、なんかやろうってなるしね、そうですね、うんうん、本当にネットだけではわからない、うん、ネットとかね、何かこうチラシだったりっていうところで見える部分ではなくて、うん、もうちょっとこう内側の、そうだよね、はい、とって話してみないとわからないことってたくさんね、そうなんです、ありますよね、はい、うん、話してみて、あ、初めてわかるんだっていうね、うん、そうなんですよ ね、で自分もやってる活動を話すことで、うん、ああ、うん、自分そういうふうに思ってたんだっていうのもあるあるある、結構ありますよね、あるあるある、話すって大事だよね、大事なんですよね。足立区もほら、聞かせて子育て訪問事業ってある、はい、けれども、あれもね、ただ何してるって言ったら60分ぐらいずっとママのお話聞いてるんだけれども、それでママたちは解決していく、あ、私こういうふうに思ってたんだとか、私がこうだからこうすればこうなるのねみたいなのをね、やっぱり持ってる力っていうのかな、話すことで ね、 そうね、特にね、ママとかは結構言語化が難しかったりとかっていうことで、ね、気持ちを ね、言語化するっていうので、ね、ね、大事だよね、そういうセッションがいっぱいあってね、そうです ね、そういう こう、うん、ところから、うん、まあ、関係性作りですね、本当にこの人が気が合うからよしやっていこうっていうことではなくて、うん、あ、この人はこういう考えなんだな、うん、あ、この人はこういう活動をやってるんだなっていうのが、うん、本当に分かり合えるっていう ね、 そうですね、顔を見て顔の見える中で、はい、そうですね、でそうなる中で、まあ、自分が何か困った時とか、うんうん、助けてほしい時に、うん、こんなことで困ってるんだけどっていうようなことが言えるような関係性、つながりがね、できていけるってことかな、本当子どもたちが何困っていること、うん、まあ、自分でまだ気づかないこととかもあるかもしれないんですが、うん、それを気づいた大人が、うん、あ、じゃあここへ、こことつながったらいいよっていうこともしてあげられるし、うんうんうん、そうだよね、はい、そうなんですよね、そこにいる子がそこにいる大人で解決できることじゃないかもしれない、うんうん、でも
遠くにここにいる人につないであげることで救われるかもしれないっていう、うんうん、架け橋になるって大事ですよね。わからないからね、はい、どうしていいかね、その人たちはね。でもちょっと言ったことでね、つながったことでね、はい、生きていけるしね、強くなっていけるしね。そうなんです。そっかそっか、はい、ね、まあいろいろね、本当に夢島キッズスポットとか、はい、ミラマチとかね、はい、ミラマチもなんかありますよね、はい、まあ、ちょっとその、うん、子どもに関わる活動ということで、うんうん、まあ、ちょっと今後考えているのはこのミラ町っていう、ね、うん、はい、まあ、子どもが、自分で作る未来の町、うん、自分で職業、この町に何が必要なのかなっていうことを考えて、うんうん、ね、自分でお店を、うん、作ってやっていく、うん、っていうね、はい、これ、竹の塚でも今年3月にやらせてもらったんですけれども、うん、今度11月の17日に、うんうん、ちょっとまだ企画段階ですね、やる予定でいますので、楽しみにしててくださいみたいなね。そうですね、で、あとそれとまあ似たようなものなんですけれども、うん、駄菓子屋学校っていうのもありまして、これをまあ北綾瀬の方でもやっていきたいなっていう、駄菓子大好きだもんね、みんなね。そうですね、大人も子供も好きだよね。そうですね、でも子供がその自分たちで自分の好きなこととか得意なことでできることを見せるお店をやっていくっていうような、楽しい、ワクワクするね。はい、そうなんです、うんうんうん、で、まあ、ちょっと私がそのなんでこう、まあ、働くとかっていうところにも関わっているので、実はこの北千住でキャリアカフェっていうのを実はやってまして、これはまあメインは大人なんですけれども、特にここをまあやろうと言い出したのはママたちなんですね。やっぱりママ子育てしながら働くってなかなか大変だったりとか、そういうところにこう壁を感じた人たちがもうちょっとこうなんだろう、このモヤモヤとかをお仕事に対するモヤモヤ気軽に話せるところが欲しいよねっていう声からスタートしたんですね。でここに来ることで自分がこう気軽にも、もう漠然とした不安を一人で悩まなくていい、でまたそこに来る人たちのお仕事でなんかこうなんか新たな発見を得たりとか、あ、私こんなに焦らなくてよかったんだとか、あと気づいていくのね。そうですね、ここに来ることによって、何かこう自分の中での気づきを得てくれるような場所が欲しいなということで、今だいたい週に1回を目標に、はい、すごいね、週に1回はね。そうなんです、はい、足立区のこれは何を、はい、なんかどこを見れば見つかる、ですね、まず一つはキャリアカフェ北千住で検索。キャリアカフェ北千住、はい、はい、であとピークンカフェのピークンカフェ、ね、はい、ファンルームを使わせていただいているので、ピークンカフェのファンルームのイベント情報に、じゃあ見ればわかるかな、はい、載せていただいているので、ね、お仕事のこととかでもやもやとしているママたちね、行ってね、はい、ママが元気でないとね、そうなんです、子供もね元気でね亡くなっていくんでね、はい、そうなんです、ね、ママたちがやっぱり、ね、気持ちよく笑顔でいるっていうことが大事だよね。基本はやっぱそこからね、はい、子どもたちにつながっていくからね、両方ね、はい、何がこれからはなんかちょっとこの目標とか何かありますか？あ、そうですね、まあ、やっぱり子どもたち、まあ、これからの未来を作っていくのは子どもたちなので、そのために今私大人たちができることってなんだろうなっていうことをやっぱりこう常に考えて行動できたらいいかなっていうふうに思ってます、はい、すごいね、あっという間だったね、いっぱい話したいこといっぱいいろんなことされてるから話したいこといっぱいでね、全然話せてない、いやいやいや全然大丈夫ですということでね、いろいろなことはね、足立子ども支援ネットとか開いていただければ検索できますということで、はい、今日はね夏休みのあと少しですけれども ね子どもたちを置いてきてね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ではまた来月になります。はい、そう、アロハナイトやりますということで、また来月で大丈夫です。はい、はい、さよなら。たくさんの時間。